南部ゴシックはゴシック小説様式のサブジャンルでアメリカ文学特有のものである。南部ゴシックでは概して作中に不気味なことや皮肉なこと、あるいは異常な出来事が起こり、それがプロットを左右する要素として機能する。それは典型的なゴシック小説の特徴の一つでもあるが、元来のゴシック小説とは異なり、南部ゴシックではサスペンスのために、 これらの特徴を使うわけではなく、社会問題を掘り下げたり、アメリカ南部の文化的な雰囲気を明らかにするために使われる。南部ゴシックの作者はおおよそ、南北戦争前の紋切り型の表現の使用を避けている。例えば、幸せそうな奴隷や慎み深い南部美人、また礼儀正しい紳士や高潔なキリスト教牧師などである。それらを、 例えば、意地悪で孤独な未婚女性や、隠れた動機を持った弁護士に作り変えている。南部ゴシックの最も注目に値する特徴の一つは、グロテスクである。グロテスクはしばしば不快感を引き起こす、性質、典型的な人種的偏見、利己的な独善などの特徴があり、それらが持つ状況、場所、古臭い人物が含まれる。しかし、 それにもかかわらず読者はそれらを十分に面白い特徴とわかる。それらは読者をしばしば不安にさせるが、南部ゴシックの作者は一般に非常に欠陥のある、グロデスクな特徴を使う。それは南部文化をありのままでもなく、あまりに教訓的に見えるようにでもなく、優れた物語の部分と不愉快な部分を際立たせるためである。このジャンルの作品は、 以下の著名な南部作家の作品の中に見られる。ウィリアム・フォークナー、アースキン・コールドウェル、フラナリー、オコナー、カーソン・マッカラーズ、ユードラ・ラウェルティ、テネシー・ウィリアムズ、ドルーマン・カポーティ、ハリー・クルーズ、リー・スミス、ジョン・ケネリー・トゥール、コーマック、マッカーシー、バリー・ハンナ、キャサリン・アン・ポーター、ルイス・ノーダン、ウィリアム・ゲイ、ウォーカー・パーシーなどである。 バージニア州出身のウィリアム・スタイロンの作風も同じ南部出身であるフォークナーの影響を色濃く受けている。ありがとうございます。